今日はね、Google 翻訳を使って英語を勉強しましょう。小さなお子さんも、プロの方も、私と同じような、プロの方も、これなんか変なふうになってるけど、気にしないでくださいね。これといきましょうね。翻訳、どこかな？ Google 翻訳、あ、これかな？ちょっと小さいかもしれないね。ちょっと大きくしましょう。こんなもんですか？じゃあまず日本語ここに入れるんですね。例えば、そうですね、タイ。はい。言いましょう。はい。タイ。シーブリーム。Sea bream. こんな感じです。じゃあ次行きましょうかね。じゃあ、クジラ。これ、あ、クジラ魚じゃない。今日魚やろうかと思ってるんですけど。クジラ。はい、ホエール。じゃあ次は、そうですね、水すまし、あれ魚じゃないね。 でも行ってみようか。水すまし、水すましって書いてありますね。 ちょっと待ってね、これ水すまし、カタカナでこう行ってみようか。 水すまし、これかな、これかな、これかな。あ、水すましは水すましになっちゃうね。これはね、なんかね、なんだっけな。なんかそんな感じなんだよね。まあ、ちょっとやめましょう。じゃあ次行きましょう。そうですね。じゃあ、サンマ？はい。パシフィックサリー。はい、じゃあ次はね、そう、鯉。あ、鯉、ラーブになってるね。じゃあこれはちょっと魚の鯉にしましょうね。鯉、これだね。はい、読みましょう。カープ、これね。Sea bream whale Pacific soury carp. シーブリームウェールパシフィックサーリーカープって言ってましたね。じゃあ次行きましょうか。そうですね、タイとか鯉とかやったんで、そう、あと、キハダ。 キハダ、キハダキハダ、イエローフィントゥナー。Sea bream whale Pacific soury carp yellowfin tuna. あ、ちょっと待って、イエローフィントゥナー。これね、これでどうだろう。Sea bream あ、全部whale 読んじゃうね、やっぱり Pacific ね。soury carp yellowfin tuna. はい。で、もう一つ行きましょうか。それじゃあ、のどぐろなんてある。のどぐろ。これどう？のどぐろ。のどぐろ。これでどう？あ、のどぐろしかないね。これなんか、これじゃ無理だね。他でちょっと調べるしかないですね。それじゃあ、もっと他に、あ、ヒラメ。ヒラメ。はい、これは出ました、ちゃんと。はい。じゃあ、これ、ヒラメ。フラウンダー。はい。こんな感じで覚えられます。